こんにちは、デザイン君です。本日はスクロール量を jQuery で取得してみたいと思います。スクロール量が取得できれば任意のスクロール位置までアンカーリンクを飛ばしたり、任意のスクロール位置で画像や動画をフェードインさせたり、例えばページ上部に戻るボタンだったりコンバージョンボタンだったりを出現させることができますね。早速行ってみたいと思います。今日はこの jQuery2 というページを用意して実装していきたいと思います。スクロール量を jQuery で取得しよう。さて、 VS コードエディターの方を見ていきたいと思います。今現在こういう状態ですね。スクロール量を jQuery で取得していきたいと思います。さて、そうですね、じゃあまずそのスクリプトから、スクリプトしか書くものはないかな。スクリプトタグを書いてみて、間違えた。スクリプト。はい。それと、スクロール量を表示させるところも今回は作っていきましょう。スクロール量を書くところにまずこんな形式で出しますよと。で、この場所にはクラスをつけておきましょう。スクロールここはスクロール量に応じて変化できるように、こちらにも ID をつけておきましょう。さて、一旦保存して、今度 CSS の方もちょっくらいじりましょう。この辺は、スクロールできるように今設定しますね。高さを持っとかないとスクロールができないので、そうですね、2500ピクセルぐらい用意してみましょうか。で、あと計測したところを表示させるところのスタイルをちょっとクラス確認させてください。スクロールアマウントですね。この辺はスクロール量を計測する画面みたいなところを今ちょっと固定で作ってます。CSS 一旦作りまして、ちょっと今の段階でアップしてみましょう。ページをアップして、 CSS もアップしました。まだこの画面ではスクロール量を計測する jQuery は書いてないので、CSS のみ反映されてる感じですかね。あ、ここ当たってない。当たりましたね。すいません、キャッシュだったようです。
て続いてここ2500までありますね。でここの値をjQuery でスクロール量を計測してここに出して、今日はここに出していきますね。はい、そのスクリプト先ほどのここですね、必ず jQuery を読み込んでからその下の方に書いていかないと動かないので、ボディ閉じたぐらへんに書くのがいいですね。割とコメントアウトしたい派ですね。まだまだ未熟なので分かんなくなってしまうんで、ウィンドウ内スクロール量ですね。で、スクロール。ウィンドウ内のスクロールしたときに、発火しましょうと。ウィンドウ内をスクロールしたことで発火するのが、そうですね、スクロールしたと表示させるところ、これ持っていきましょう。この値を変化させます。スクロール量を取得して、文字を書き換えてピクセルを表示してあげる。テキストですね。インナーじゃないな。テキスト。で、this。スクロール。一番上からのスクロール量。ということですね。ピクセル。はい、ちょっと確認します。ウィンドウをスクロールすると発火しまして、スクロールアマウントウィンドウのところのテキストを書き換える。このスクロール量セル、はい、はい、それではじゃあいじってないですね。スクリプトを書き込んだので jquery2.html 今またアップしたいと思います。動いてくれるかな、大丈夫だとは思うんですけど、ちょっとこっちにしてみますか。さっきキャッシュめっちゃ切ってた。はい、それでは下に行ってみます。機能しない。はい、 ID が抜けてますね。気をつけましょう。ここですね。はい、保存しました。さてアップします。今度こそですね。今度は機能しましたね。上から200ピクセルスクロールしました。400ピクセルスクロールしましたと。スクロールするたびに発火してスクロール量をここに出してくれるといったスクリプトだったので、こう下に行けば行くほど出ますし、戻っていけばスクロール量が戻っていくと。で、戻りますけども、このスクロール量が取得できれば、例えば2の位置までここにリンクつけたりしてアンカーリンクで飛ばしてみたりで、画像や動画だったりを、こう、400ピクセルまで行った時に、こう、左からブーンって画像を出させたり、背景からブーンってこう、なんて言うんでしょう。フェードイン、動画をフェードインさせたり。で、ある程度まで下に行ったら、ここに、トップページ、トップページ
ページじゃないや、ページの上部に戻るみたいなボタンとかも出現させたりとかで、ある程度見たらコンバージョンボタン、登録するみたいなボタンとか、詳しく見るみたいなボタンをスクロール量に応じて、これで出現させることができますね。それでは今日はここまでにしたいと思います。まったねー。今回使ったこのソースコード jquery02.html そして jquery02.css はコピペできるようにウェブの方に掲載しておりますので、概要欄をご覧いただいて、もしよろしければご利用いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。